あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。まずこの病室をこの寝たきりの患者さんがまだ2人ほどおって、これからも増えるかなっていうことで、まあ、ベッドが足りんかったらいかんけん、前にね、元老はも言ったけど、ベッドの数を2つ増やして、大きな病室になりました。あと2つぐらい置けそうやけど、それはそれで別の部屋になってしまうんかな。謎。じゃあまあ、とりあえず、旅の扉青を使って新たなところに行こうかなと。おし。新たな場所へとひらめ、ん?新たな場所への扉が開いた。イェーイ。うわぁ、みんな超寄ってくる。怖い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 。怖い怖い怖い。ん?てか。みんなあれっすね。めっちゃ頼み事されまくるんだ、私。ん?最後まで拍手をしてくれている。ありがとう。へい。すごいじゃないか、アユナ。襲ってきた魔物たちを倒しちまうなんて。そういや、聞いたよ。あんたってば物を作る力を持つビルダーなんだって?そうそう。手に入れた扉があれば、この島とは別の場所に行けるらしいじゃないか。これで新しい素材を手に入れて、新しいものを作れるってわけだね。ところでアイナ、一つあたいに頼みを聞いてくれないかい?なんだ、元気になった途端に。この辺りはどこを見ても毒沼ばっか。病気の治療には美味しい水がいると思うんだ。それでやっと水を飲ませてあげれるってことかな。だからさ、みんなが美味しい水を飲める水飲み場を作ってくれないかな。10マス分の水場に壺が2つ。あとはクッション石とたらい。そんでもって収納箱と明かりが1つずつあるいい感じの水飲み場を作っておくれ。なるほど。それは、じゃあ、なんか雨降り出したんだけど、これ使う時が来たってことかな。水湧く青い石。これね、なんか低地に置くと水が湧いてくるみたいなことを、前にね、説明で見たけん。じゃあちょ、これぐらいからやっていこうか。あ、そうそう。こっちだ。へい。ほ。10マス分。なんか10マス分以上空いたような気がする。ちょっと待ってね。この辺。ちげえ。この辺ちょっと開けすぎたかな。もうちょっと表示してくれ。よし、これで。今何マス分これ。3、4、12。まあ、でも10マス分、多くてもいいんかな。まあ、いっか。ってことで、周りに壁を。なんか広めに取りすぎた、私。どんぐらい?このぐらいか。こういう感じで。こっち入り口にしよっかな。こっちが入り口ということは、ちょっと広めにした方がいい?広すぎかな?広すぎかな?よいしょ。こんぐらいか。ま、こんぐらいで立てて、この辺を、ま、扉として、よいしょ。こんな感じ。いいね、いいね。でも、ちょっとだけ、待てよ。ここ違うな。もう一個向こうかな。で、こっち側を掘ればよいか?あ、いいね、こんな感じか。開けすぎた、今。あ、ここ一個開けすぎたね。ほい。あ、これで、まあ、周りは一マス分ずつぐらいでいいだろう。違う違う。なんかここで必殺技を使おうとした。怖い怖い。怖い怖い。これで、壁も完成して、おし。で、水を。これ湧くんかな、本当に。
え、全然湧いてこないんだけど。全くもって湧いてこないんだけど。もう一段低くとか？あ。ちょっと待ってね。一旦これも。お。あ、違う。そこは壊すところじゃない。じゃ、とりあえずこれも一旦ね。壊しておいて。よし。んで？ん？違うぞ。周りを取り払ってしまったな、今。ここと。あ、壊した。拠点を狙うモンスターがっていうのに動揺した、ちょっと。え、なんか壊されたよね、今。今なんか確率に壊されてる気がするんだけど。気のせいでしょうか。気のせいでしょうか。ちょっと待って。あ、大きい、なんか大きい土がおる気がする。ちょ、待ってや。ちょ、待ってや。んでもって今ちょっと上がれないんだが、私。この周り大丈夫？この辺なんか空いてるよね。ちょ、待って。ちょ、待って、そこの大きい土。私の街を破壊しないで。あや！おい、こら。私の街を破壊しない、あや！いや、原始人になってしまった。旅人の服壊れたよ。お、初めて毛皮を手に入れた。もう、なんなのなんなの、ちょっと、何壊してんの。え、あ、この、ここの壁が壊されてんだね。あ、ありがとう。ちょ、素材だけもらっといたよ。んで、ちょ、埋めるよ、ここ。まったく何をしてんだ。これでちゃんと埋まった？あ、あとここね。これで OK でしょ。んで、ちょっと待って、暗くなってきたから一旦寝るね。あ、なんか早速入ってるけど。これで、湧く？お、すごい！これ、瞬間的に水湧いてきた。これはさ、置いたまんまなんかな？壊しても大丈夫？お、壊せる。壊しても、お、あるあるある。ってことは、これで再利用何回でも使える。でもこの段置いとくのってちょっとなんか微妙よね。とりあえずこれ、ちげえわ。とりあえずね、ここ。ここを、は、崩して、崩して、崩して、あ、ここ穴開いてるわ。穴開いてるのはちょっと埋めといて。とりあえず水飲み場がその高さなら大丈夫ってことでしょ？ってことやけん、この辺をね、周りも一段低くして、水を飲みやすくしてあげれば良いのではないだろうか。ということで。なんか、下もめっちゃなくなっていくんだけど。待って、この辺はちょっとちゃんと入れておこうね。ん？ここはあるのか、ちゃんと。こっちかないの。あ、そういうことね。ここもなんか空いてる。違うわ。ここも空いてる。お。んで、なんかこっち側もめっちゃ穴開いてんだよね。は。お。ん、これ、あ、こっちもか。こっち側も。おし。んで、これでここの段が、お。割れすぎ、割れすぎ。ね、これでここがなくっても、一応一段だから、ほら、こんな感じで、普通に上がれるし、普通に組めるはず。ん？なんか手前側あれだよね。狭いな。ちょっと待って。とりあえず狭いな。ってことで、もうちょっと広くした方がいいんかな。よいしょ。資材、資材。こ、こ、こ、こっちに回って、こ。ん、なんか余計なとこ壊したな。どんだけだよ。こ、これで、周りまたこういう風に、立てて、これぐらいの広さかな。
これぐらい？狭い？今だ。大丈夫か？このぐらい広さあれば大丈夫かな？まあ大丈夫としよう。んで、あとは必要なものを。ここもしかして一段。よし。扉をつけないといけないから。必要なものを作ろう。とりあえず、明かりがいる。松明持っとるね。んで、藁の扉も持っとる。で、収納箱もある。壺が二つってやった気がする。あるある。あとは？たらい。たらいもいるって言ったね。たらいで組むってことかな。んで、クッション椅子。クッション椅子がいるって言った。これ。木材。木材がないぞ、木材が。木材は作れねえ。ヤシ原木ってことは、青い扉の先ってことかな。とりあえずちょっと出発しよう。あ、先に設置しといた方がいいかな。じゃあとりあえず、設置しといた方がってたらいしか持ってきてね。まあ、いいか適当にこの辺にポイッと置いといて、じゃあ出発しまーす。旅立つ。え、なんか倒れとんやけど。あ、宝箱もある。ちょっと待ってね。何これ？え、めっちゃキラキラしよる。何これ？あ、そっか、開いただけじゃダメなんか。初めて導きの玉。青を手に入れた。何導きの玉って。で、これは？君は誰？俺はイルマ。もう少しで光にたどり着ける。もう少し。もう少しで。病人イルマを発見した。え、やばい。この人連れて行かんといかんのかな。何のクエストでもないけど。まあ。ベッド増やしといてよかった。ああいう感じでたまたま行った先で見つけるってこともあるんか。はい、新しい患者さんだよ。新しい顔よ、みたいな感じだけど。にがきの小焼き？にがきの小焼き？持っとるよね。これこれこれ。はい。どうぞ。ありがとう。え、全回復してない。一晩寝てみるよ。じゃあちょっと私も一晩寝とくね。どう？満月丸？満月丸って何？ない、ないよ、そんなもの。ちょっと待って、とりあえずいるものを水飲み場に先に設置しとこう。満月丸っていうのは多分まだ作れんのよね。あ、この辺に、壺。壺を、あ、壺を、ちょっと待って、取り出して、松明も取り出して、藁の扉も取り出して、あ、持ち物いっぱい。でも多分ちょうどこれだけなはず。いるもの。満月丸って何？薬かな？これで？とりあえず壺を二つ。この辺に設置しとこっか。ほ。なんかこんな感じの場所ありそうじゃない？あ、収納箱もないな。は。んーで、扉をつけると。ほ。空き部屋が完成した。まだただの空き部屋なんよね。ん？扉どんだけ持ってんだ。よし、じゃあ出発して、クッション椅子を作らんと。クッション椅子、あ、ヤシ原木あるじゃん。う、待って待って待って、なんか向こうの方に、私の天敵の虫が見える。私はドラクエ X でも、すごく嫌だったんだが、ほらほらほら、こっちに向かってこないでね。とりあえず5本ぐらい伐採しておこう。お、あっこにも。よし。んで、これで3本でしょ？あっこにも。てか、ここにさ、ほら、立派な水飲み場あるじゃん。超砂漠のオアシス的な感じじゃない？まあ、砂漠というよりはジャングルだけどね、ここ。これで4本。
なんかね、水の近くの木は残しときたいような気がするんやけど、なんか景観的にね。まあでもこれで、ね、超綺麗じゃない？スライムベスト泳ぎよるけどね。よし、じゃあこれで木材が作れるはず。帰ります。はい、到着。でこれで木材を作ってクッション椅子が作れると。はい、あ、これね、木材。木材を1個作った。ん？ 1 個でいいんかな？クッション椅子、クッション椅子。いや、よろしくないっすけど。木材。ちょ、待って、木材作っとこう。クラフト職人、トロフィーを獲得しました。なんかトロフィーもらったよ。どこよ。たらい作ったんよね。収納箱は1個あるんか。あるんよね。あれ、クッション椅子なかったことない？あった？ある。え、木材1個じゃない？1個だよね。なぜ作れない？木材でしょ。あれ、なんでないことになったん？出してこんといかんってことかな。あれ、なんで落ちてんの。ちょ、待って、とりあえず収納、藁の扉をしまって。初めて木材を手に入れた。持ち物がいっぱいになりました。仕立て台をひらめいた。なんだそれ。木の壁をひらめいた。木材を加工して作られたブロック。仕立て台ってなんやろ。またなんか新しいものが作れるようになるんかな。木の床、木材を組んで表面を磨いたブロック。え、手持ちがいっぱいだとあんななんか作ったものを下に投げ捨てるようなことになるんだ。じゃあとりあえずこれでクッション椅子が作れると。クッション椅子を1個作った。これで、あと収納箱はどこだ？あ、あっこにある。じゃあヤシの苗と、その収納箱を入れ替えて、これで完成するはず。今ただの空き部屋やけんね。じゃあとりあえず収納箱をこっち側にポンと置いて、クッション椅子、ん？クッション椅子、私向こうにしまわれとるってことかな。ちょっと待ってね。そっか、木材が手元にあるけん、これと入れ替えとこっか。クッション椅子どれ？ちょ、これを入れ替えで、ん？クッション、これ？違くね？クッション椅子も下に落ちとるやん、何しよん。ほら、初めてクッション椅子を手に入れた。手に入れたじゃねえわ、自分で作ったんだわ。よいしょ。作って投げ捨てるのやめてくれないかな。はい。空き部屋が水飲み場になった。おー、やったね。できたできた。やっとだー。やっとだー。できたよ。どこへ行く？私はここなんだが。よっ。へいへい。おー、ありがとう。立派な水飲みができたじゃないか。できたできた。病気で死んだじいちゃんがよく言ってた。健康な体を作るには美味しい水が一番だって。ここの水はまるでボストロールの耳の裏側みたいなえげつない匂いだったけど。ボストロールの耳の裏側？どんなんだ。これでこの辺の腐った水を飲まなくてよくなるわけだね。今までどうしよったんやろ。その水を使いよったんかな。水は道具を使って汲めば患者に飲ませられるし、きっと料理にも使えるよ。水を汲むための道具が。リーダーのあんたなら思いつくんじゃないかい？水を汲むためのとそのたらいじゃないの？お、ヤシ原木5個もらったけど。クエストコンプリート。お、なんか思いついた？木のバケツをひらめいた。木を組み合わせ作った粗末なバケツ。
木のバケツ？それを作ってこいということかね。それを作ってこいというか、それを使わないと水が汲めないってことか。木のバケツ。お、作れる作れる。じゃあこれを。木のバケツを1個作った。よし。これは別にクエストでも何でもないんやね。あ、拠点を狙うモンスターが。とりあえずこれを使って、中に入るんかな。お。お！拾えない。ちょっと待ってよー。あれ多分水でしょ？なんか襲われてんだけど。とりあえずちょっと物を。木材しまって、資源木しまって、導きの玉もいらんかな。ネバつく液体とかもいらんや。毛皮。まあ、これぐらい預けといて。ん？街の中には入ってきてないんかな。よいしょ。うお！何？毒に侵されたよ。初めて水を手に入れたけどもさ。え？外から？今の。とりあえずこれを。ほら、どこ？水だ。ちょ、どいてくれるかな、エルさん。はい、水。ありがとう、ごほ。ごほ、ごほ。ん？なんか、新しいものが。水ですか、ありがとう。だけど、まだ、頭が痛い。体中が痒いんです。え、横の人と同じこと言ってんじゃん。ウルス様。なに。一晩寝るとかではないの。体中が痛い。この人と同じ。なんなんやろうね。ちなみにちょっとさ、毒消し草とか作ってくれてないんだね。毒消し草。作って。ん？私今毒に侵されてる。大丈夫？もう治ったの？治ってんのか。はい、ということで今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか重病患者がどんどん増えてくんだけど大丈夫なんだろうか。